期探知と、ここには超って書いてあるんですけど、まあ、5分から10分でも早く予想できるかというようなシステムができればいいかなというふうには思っています。でも結論的なことを言ってしまっているのかもしれないんですけど、まずこの辺に関してですね、何かぜひご意見等あればお伺いしたいんですが。する質問というか意見じゃないかもしれないんですけれども、今日私ここに来てぜひ聞きたいと思ったのは、例えば数年前に私加藤さんに熱雷は予測できるんですかというふうに聞いたら、やっぱりそれは無理だと数年前に答えをいただいたというのがあって、で今日の話を聞いていると例えばその広島の豪雨にしても越谷とかね、雑司ヶ谷もあれもどちらかというとその非常にその水蒸気がいっぱいあって朝から雲があって積乱雲がボコボコ湧いているような、いわゆるその、まあ、きれいなマルチではないけれども組織化するかしないかの違いがあってマルチセルタイプであると。でも最終的には結局その例えばもう15年前になりますけれども、練馬豪雨って言われるようにそのもう朝から快晴 で午後突然その積乱雲が孤立して湧くとかね、そういうものが本当に予測できるかというのが多分一番興味があるし、防災を考えると多分そこら辺がですね、皆さん朝から傘を持っていかないにもかかわらず夕立でもなくて午後土砂降りに遭うと、被害に遭うと。ですから、まあ、そこら辺が本当に ここら辺の観測をやって観測の面からあるいは数値予報の面からどの程度可能であるのかというのを各加藤さんも含めてですね一言ずつコメントいただければと思っているんですけれども、いかがでしょうか。まず私の考え方とお話しすると、まあ、基本的に午前中から午後の熱雷の場所時間を的確に予想することは不可能だと思います。まあ、それはカオスの世界があるので三好さんの話じゃないですけど、それはやっぱり無理だとは思いますが、やはり関東だったら関東の南部ぐらいでそういう局地的大雨が降りやすいっていう状況は予測できると。まあ、それもある程度現状でも大環境場から考えて本当にそういう積乱雲を予測するだけの解像度を持った数値モデル自体を気象庁自体運用していないので、そんなしっかりしたものは出ないとしても、そういう環境場、まあ、それに、まあ、大きいスケールのものだったら予想することもあるんですけども、そういうことだったらできるかなというようなところがあります。で今日の課題というとやっぱり、短時間強予測なので、もうちょっと1時間スケールとかもうせいぜい2時間ぐらいまで、この辺の予想で本当にこれから30分先、強いてはもう10分先でもいいという、そういう情報をどういうふうに出せるかというところで、こういうデータを使って本当に時間も場所も的確に当てられないかなっていうところが一つ課題かなと。だからそこは2つ分離して考えないといけないのかなというようなことが私の考えで、先ほど熱雷が予測できないというのは前者の考え方で、午前中にそれをある場所、ある特定の場所に予測することは不可能だというのは今もそれは間違った考え方じゃないかなと思っています。他うなずいている方、中北さん、何かありますか。はい、いえいえ、そうです。はい、ありがとうございます。基本的には今加藤さんおっしゃったのと同じフレームワークで思ってます。で、まあ、僕の項目もレーダーとかいろいろ最後申し上げましたが、ワークとすれば卵ができる時も含めて1時間ぐらい前ぐらいのスケールの話でどこまでいけるかっていうつもりでやっています。それより前のやつはもう少し上の親モデルがどれぐらい出せるかどうかということになるのと、それから親モデルが出した中であとランダム性があるな、ランダム性のところはなかなか1時間前では難しいのかなというふうに思ってます。だからそういう意味では同じ感覚です。他何か、ご意見持っている方いらっしゃらないでしょうか。研究者サイドじゃなくて言いづらいかもしれないんですけど、気象庁サイドの方も何かご意見あればぜひ伺いたいところなんですけど。
難しいですかね。別のこと聞きたいんですけど、ちょっと別なことを聞きたいんですけども、防災各県の関東方面のですね、まあ、現況化に向けた今その X レインとかの、まあ、かなり高解像度化された、まあ、いろんな取り組みが岩波さんの話がありましたけど、それと、まあ、関東の方の、まあ、中北先生も X レイン使ってらっしゃると思いますけど、あれもまあ現況化を目指して、まあ、今下地を作ってらっしゃると思うんですけど、それ今その別個にやってて、でいずれその現況化ってなると、その気象庁なりどっか単一の組織で、まあ、割と均一なもんシステムに統合化されていくんだと思うんですけど、その辺のところっていうのはその防災関係とかと、長北先生のやられてるシステムとかっていうのは、そのどれぐらい今から整合性を見ながらやってるっていうか、そういうところはあるんでしょうか。まだ そこは別個にやってらっしゃるのか、関東と関西の方でどうなんですかね。簡単に言うと、基本的には王道的には関東でやられている感じが王道だと思います。情報もいつも交換させていただきながらやってる中 で私たちはさっき言った卵の関連の、ちょっと種って書きましたけど、より手前のところも見るためにやってて、で基本的には考え方が一緒だと思います。こういうのが入るとこういうことができるようになるよ、オペレーショナルでというところが、を示すことができれば、気象庁さんなりあるいは国土交通省さんなりに、見てもらって、こんなにいいことができると、でそれで判断してもらうと、というよりももう少しプッシュしながら、ここまでやるとここまで出てくるんだから、オペレーショナルに持ってきませんかというようなことはどんどん言っていきたいと思ってます。で今言った本物の質問は観測の内容の整合性ということだと思いますけど、ニュータイな部分も多分ありながら、お金の違いが多分あったりとかですね、そういうのも含めて少し、特色的なところも出しながら私たちの方はやってます。まあ関東が王道のやり方だとは思いますけれども、はい。まなみさん、なんかないですか。その現業機関に使っていただくっていうことになると、やっぱりその観測機器がその全国展開しやすいものっていうのがいいと思うんですね。で X レインはそういう意味で思ったよりもずっと早く広がったので、あのデータを使った、その現業用のシステムっていうのは、早速気象庁さんが今日ご紹介やったような高解像度ナウキャストを作られているので、そういう動きはあると思って、で、今関東でやろうとしているって、さっき紹介したそのビルナウキャストは、中北先生のところでももうアルゴリズムっていうか提供されして、もう中北先生試されてますし、だからそういうものは広がるかもしれないです。であとはその今我々さっきご紹介したような機械を揃えてますけど、どんなものがその予測に効果的か、コストパフォーマンスがいいか、あるいは展開が本当に可能かっていうことを考えながらやるというのが大事だと思います。で、それは法律の問題も電波法とかのこともあるし、ライダーはそういうものがないとかありますし、で、情報としてはそのヨーロッパでトプロフっていうプロジェクトっていうか集まりっていうかがあって、そこの人たちはマイクラ放射系とドップラライダーをその現状のプロファイルを取るための基本とか数とか使えないかっていうことも始まってるので、そういうアプローチが一つある。でもう一個は、国の現状機関だけじゃなくて、もうどんどん世の中のニーズは多様化して、でかつ出口はいっぱいあるので、そういうところに適したものを考えていくということじゃないでしょうかと思っております。今の件について他にご意見ある方はいらっしゃらないでしょうか。まあ少なくともこの中に気象庁の方もいっぱいいますし、今日の話はかなり
あの情報共有させてもらっていて、あの開発者の方も頭の片隅には必ず残っているはずなので、あのそういう方向性の開発っていうのもあの、協力してできるっていうこともあの模索することも考えられるんじゃないかなと。まあ今すぐあのどうのこうのっていう結論的なことはあの気象庁の立場から言えないとは思いますので、あの無理にあの答えを求めることはしませんが、あのそんな感じでよろしいでしょうか。まあ、あの最初のこの課題についてはあのその辺ぐらいで、もう一つはやはりあの三好さんの話にもありましたように、あの数値予報、こういうビッグデータをどう活用していくかというようなところが一つの大きな課題かなというふうには、考えています。まあ、その中であの、若槻さんの話のようなああいう簡易的なやり方、あるいは実際にあのクレスを使って実際にモデルの中に組み込んでるんですけど、あの最初にあの木川さんが言ったやったように一次元モデルの中に簡単に掘り込むと、本当にあの簡易な数値モデルの中にああいう簡易的なやり方を掘り込めば、あのナウキャストの中にそれを生かしたような数値システム、じゃあ数値システム半分ちょっと数値システム的なナウキャストっていうのが作れるんじゃないかというようなことがあの考えられるのかなと思ったりもします。まあ、この辺を含めて何かご意見ある方いらっしゃらないでしょうか。酸素系の大畑と申します。あの、まあ、ここの技術レベルって非常に高いと思うんですけども、あの、まあ、特に短時間合意ですとか、まあ、あと高解像ナウキャスト、木川さんの発表の最後の方にアンケートの話がありましたけども、まあ高解像ナウキャストの存在自体の3割の人しか知らなかったっていうのは結構衝撃的な話だと思うんですが、まあ、ビッグデータに、まあ、なっていく今のこう時代ですと、まあ、その大きくなったこうデータをあの国民の皆さんにこうどうやって伝えていくかということが、まあ、ここの技術レベルがどんどん高くなっていくのはいいんですけど、それが国民に伝わらなければ命を守るようなこう情報になっていかないと思いますので、まあ、そういったところをこうどう広めていくかというところについて、まあ、例えばあのツイッターなんかはちょっと失敗してしまっているような雰囲気もありますけれども、何かいいあの情報の提供の仕方っていうのは何かないものかなと思ってまして、あの今日講演された講演者の皆様ですとか、あとはあの、まあ、会社の皆様、気象庁の関係者サイドの方からもちょっといろいろご意見いただければなと思います。はい、よろしくお願いします。あの気象庁の帯に古川と言います。あの気象学会席ですから、こういう短時間競技の技術をね、繰り出すことは当然結構なんですが、今おっしゃったのユーザーというふうに言いますとね、私ももう帯になってしまったんですけども、例えばその高性短時間予報というのはその延長には例えば竜巻とかそういうこともあり得るわけで、その予想というかにはユーザーが一般市民だとか防災関係者があるわけですね。それで、まあ、私の新聞を投稿したことがあるんですけど、せっかくその気象庁を中心にですね、大学からもいろんないい情を出していますのでね、国民提供する媒体としてね、私個人的には例えば NHK とかそういう媒体にはですね、ある時間そのローカルのところに生情報をどんどん出していく、出していくときにお茶の間からはなかなか理解しにくいけども、それ出しながらいくことではそういうエデュケーションをしていくということによって、そういう高性短時間予測の結果が防災につながるということをね、ぜひともその世の中方々のレベルで、働きかけてほしいなと思って、私、まあ、さっき NHK にも文句言って、なかなかコストのかかるせいか、放映してくれないんですね。少なくともその分割画面で予測情報、時刻を放映すれば、誰でもそれでよくできるということですね。で、この気象庁の例えば、高性短時間予測をするときにも、黒い雲が出ればですね、その感じの建物に逃げなさいというけどもね、夜間は見えないわけですから、そういう意味では、まあ、テレビの魅力を聞いておきたいし、まあ、そのことも、学会と若干ありますけれども、関係者がそういうことに意を持ちとしたときに思います。以上です。特に今日もあのコーヒーと高水ナウキャストの仕組みについて木川さんに丁寧に説明してもらったということは、あのここにいる方々はそれについてかなりの知見を得たということなんで、何かあった時にはあの説明していただけるということは非常に大きいのかなと思いますし、あの今回 の、 あの、会の趣旨の一つはそういうところにあろうかなと。
やはりあのそれどういうふうに作ってるかってわからないと、専門家自体わからないと話にならないので、やはり我々からまず理解した上で、あこういうように作ってて、こういう素晴らしいものだから使ってくださいというところをできる限りアピーリングしていければそれでいいのかなと。まあそういうように、あの急激に変わるわけじゃないんで、その3割だったやつがいきなり9割になるとは思えないので、あの地道にやっていくしかないかなと思います。まあその話は横に置いといて、もう一回元に戻りますが、あのやはり数値法とこういうナウキャストのこの統合っていうわけじゃないんですけど、やはり最初はナウキャスト的で、まあ、あの三好さんの話にもあったように、途中からこうビッグデータ使ったようなものに、やると今だったら、あの講談の場合はやはり3時間後ぐらいじゃないとなかなか数値予報の結果は使われてないというところなどを、もうちょっと早く、1時間ちょっと過ぎぐらいからそういうデータが使えるようになれば、やはりより精度の高いものができる。そのためにはそれなりのデータを使って、データ同化するとともに、あの数値モデルの改良も合わせて行っていかないといけないかなというふうには思っています。なんか結論的なことを自分自身に喋ってるんですが、あのこの辺ぜひ最後にあのコメントをもらえなんかないでしょうかね。東京管区気象台の熊です。まず最初 の観測データの量については、あの関東平野とあの大阪平野であのそれぞれ非常に面白い研究がなされていて、ただ、まあ、今日話聞いている範囲ではですね、何がツボなのか何がへそなのかがちょっとまだ掴みきれてないのかなという気もちょっとしました。やっぱりそういったところをこうあの何でもかんでもいろいろ可能性を試してみて、その中で何がツボなのかっていうのが分かってきて、そうするとそれがこう原料にこうつながって本当の実用化につながるのかなという気がしました。それから後半 の今の加藤さんの問題意識についてはですね、今の LFM、 毎日の LFM の世界で今日の三好さんの話聞いてると、まだまだ全然雲にはほど遠いんだなっていうのがよくあの分かりました。でじゃあ今の LFM から少し進歩して三好さん の、 あの世界に行くまで、現役の世界であと何十年かかるのかっていうところを、やっぱりスケジュール感をちょっと一旦どこかで教えていただくと、じゃあそれまでの間どうするのかという中で、この簡易なちょっと手法ですね、だから目先30分、1時間半というところをアプローチするのに、現業的に使えるようなものというのが、やっぱりこういうものが必要なのかどうかというのは非常に大事なポイントだと思います。まあ、そこをまあ、その三好さん そのもう真打ちの世界がどれぐらいのスケジュール感でできて、じゃあそれまで、じゃあどうするのかという議論をこれからしないといけないのかなというのが今日の私の感想です。以上です。すいません、今加藤ネーターが今ちょっと熊さんがおっしゃったあれで、最初の方の方、まあ、関東も近畿のやつもまだ壺がもう一つっていう話がありましたけど、言われたよりは壺には近づいてるつもりではいるんです。で、原料に持っていく時の一つの多分考え方のギャップというのがですね、壺がどこまでできた時点で原料化に持っていこうと判断するかというところもきっと大事なのかと思うんです。で、あんまり壺が本当の壺と見えるまで原料化に持っていかないってやりすぎると、さっき言った本当に被害を受ける人たちのことを考えると、もう行ってもいいんじゃないかっていうところって絶対あると思うんです。で、そこらの議論というのはきっとこれからも大事になるだろうし、で、国交省の方がなぜ先に今あれをしようとしてくれたかというと、そっちの方の目線がやっぱり強いからかもしれないんです。で、それが都合知らないからやってるわけじゃなくてですね、そこら辺 の議論みたいなのがですね、もう少しできて、いろんな卵の研究他にいっぱいあると思うんです、気象研も含めて。で、そういうのがもっともっとこう、現業の方にこうパスブリッジしていくようなことになること自体もですね、この世界の僕は発展にとって大事かなというふうに、今ちょっと名前聞いてすみません、なんかそんな感じのことすると思ったんで、ちょっとコメントさせてもらいました。非常に私も同意見で、まあそういう場がこういう会のあのシーンとってもよく合っているというところなので、やはりお互い情報共有するというのが一番重要なのかなと思っています。三好さん、何かないですか？
何十年後だとちょっと遅いような計算機がないとできない話ですので、はい、加藤さんもおっしゃってましたけども、モデルがうまく計算できるようになるので、今のモデルを使うとやたら計算機を食うんですが、なんかデルタ T を大きくする方法とか、なんかモデルもっと早く計算できるようにするとか、あるいは計算効率、今計算機の 5% も使えないような。ですが、それを、計算機の設計が良くないとか言うとそうですけど、そこをまた計算機屋さんと連携して、まあ、コーデザイン最後言いましたけども、連携して、その辺がもっと性能が出るようになれば、もっと早くできるようにできない。私としては、15年ぐらい、何十年、20年先だと困ると思いますので、今やってる研究がやっぱり15年、10年先にはなんとなく勉強的に使えそうだなという印象になってほしいなと思って頑張ってますけど、ありがとうございました。どうもありがとうございました。他なんか最後にないでしょうか。はい、最後じゃないんですけども、久保さんが今言ったその壺の話なんですが、村上さんがそちらにいらっしゃって時々質問されてましたように、これ今ちょうど雲物理とその雲力学の両方の接点が出始めてるのかな。私も観測をずっとやってきてですね、理論的なところをしっかり押さえないといけないなと思いつつそういうことができなかったんですが、だんだんそういうことができるようになってきているので、壺を押さえるためにはその雲物理とか雲力学のところの理論的なところの発展が今回はすごくデータがたくさん集まってですね、できる。その一方でその実用化という方向がありますけれども、その客の流れもですね、促進していただきたいなと。私はできませんが、そういう方がたくさんいますので、そちらの発展も望むところです。丁寧なコメントをありがとうございました。私は単に数値法モデルの改善って言っただけなことを全部説明していただいたところがまさしくそうかなというふうに思っているところです。で、時間もかなりもう過ぎているので、この辺りぐらいで締めてさせていただきたいと思います。まず最初に今日5人の講演者に対して最後にもう一度盛大な拍手を送りたいと思います。どうぞ。前のことなんですけど、今回この会の運営に当たってくれている有志の方々に気象研のメンバーを含め他の大学のメンバーといろいろいるんですけど、会感謝を込めて拍手させてもらいます。で、あと最初に言いましたようにお帰りの際には入庁許可証を受付に必ず返してください。手間がかかりますので、中の紙は記念に持ち帰っていただければというふうに思います。で、次回、会合なんですけど、一応秋季大会前日の10月27日火曜日の、午後を、予定しています。場所については、まだ何も決めていません。でまた講演内容についても何も決まっていませんので、ぜひこういう話を聞きたいということがあったら私か坪木さん、次坪木さんが当番なので坪木さんの方にご連絡していただければと思います。で、今日は気象学会の前日のお忙しい中、これだけ大勢の方に集まってもらいまして、どうもありがとうございました。会の主催者として、最後にお礼申したいと思います。どうもありがとうございました。第43回の無素気象研究会を終わらせていただきたいと思います。